ハンターズ・ポイント・アベニュー駅とは、ニューヨーク市クイーンズ区のロングアイランドシティにある、ロングアイランド鉄道の駅である。シティターミナルゾーンに含まれる。運賃区間はゾーン1である。列車の運行本数は少なく、平日のラッシュアワーにのみ利用者が多く混雑する方向に列車が運行している。多くの列車はロングアイランドシティまで乗り入れる。 島式ホームを有する一面二線である。ホーム有校長は重量である。49番街、ハンターズポイントアベニューにつながる階段が2つある。アベレージウィークデー、2 0 0 6イダブ h a ハー、オリジンデスティネーションスタディーハット、ロングアイランドレールロードアルファベティカルステーション、リスティングヒストリー、trainsarefun.com 2013年7月2日閲覧。ニューレールウェイステーション、AT ハンターズポイントアベニュー、LI シティ、2オープンュライチ。ニューヨークタイムズ。 pxx1http://query.nytimes.com/.gst/.abstract.html レスイコール 9e07e5d71e39e633a25750c09639c946596d6cf2013 年7月2日閲覧 この列車は DD1 型電気機関車が牽引してペンステーションを出発しジャマイカ駅で機関車を付け替えることで電化間を走行することができた。廃止までの間に13週間運行していた。ありがとうございます。